ポッドキャストで聞いている皆さん、 YouTube で聞いている皆さん、こんにちは。日本語チューターののりこです。今日のタイトルは、近所のスーパーに寿司コーナーができましたです。日本語のリスニングに慣れていない人は、下のトランスクリプトや単語リストを確認してから聞いてくださいね。では始めます。先週月曜日に近所のスーパーに行くと、新しく寿司コーナーができていました。私は寿司コーナーができることを全然知らなかったので、とてもびっくりしました。思わず寿司コーナーの写真を撮り、パートナーに送りました。このスーパーはレベという名前のスーパーで、ドイツ中にあるスーパーです。私は大きな町のレベには寿司コーナーがあることを知っていました。でも私の住んでいる町は小さく田舎なので、寿司コーナーができると思っていませんでした。この寿司コーナーには 2,3 人の寿司を作る人がいて、そこで作って冷蔵庫に並べて売っています。サーモンやアボカドの寿司、最近人気のポケも売っています。ドイツ人の生徒にレベの寿司について聞くと、ポケがとても美味しいと言っていたので、近いうちにポケを買ってみたいと思います。皆さんの町では美味しいお寿司が食べられますか？どんなお寿司が好きですか？よかったら私のレッスンに来て教えてください。